それではね、これから王子公園キャンプ場っていうところに向かいます。ここから40〜50分って言ってましたね、都の城市では。はい、3日目スタートですね。さあ王子、高原町っていうとこかな、よくわからないんですけどね王子公園キャンプ場っていうところに、王子丸っていうんかもしれへんけど、というキャンプ場に今向かっております。大体ここから40分ぐらいみたいですけどね。はい、それでは頑張って設営していきたいと思います。すげえ、高千穂に三池ですって。うわー、どっかで聞いたことある名前ばっかり嬉しいな。おー、すげえ、三池に来た。三池初めてや、初めてだ、どこにも初めてない。観光なんかすることないもんね。だってできねえもん、ワンコがおるからな、連れてきてもらわんと。うわー、もう景色が半端じゃないね。三池はあって、王子丸まであと5キロみたいですね。すごいな、すごいいいとこだ。どうもここみたい、王子丸公園なんだって。王子公園じゃないの、王子丸公園なのね。で、高原町なのね。なるほど、売店とかなんかあるみたいね。よし、ちょっと止めようか。よいしょ、はい、到着。すごいな、綺麗よ。あそこに滝がある。後で行って写真撮ってみよう。よいしょ、嬉しいな。はい、それではね、到着したので、デカゴン、あそこ積んでますけどね、あのデカゴンをここに貼りたいと思います。大きいよ、初デカゴンですね。もう景色最高。人がいるっていいっすね。ワンコが嬉しい。この待たせている間がいつもはありえへんからね。素晴らしい、ありがとうございます、助かります。どうやって貼るのかな、知らないよ。さあ持っていこうか。なんなんこの巨大な、もう
もうひときわ違うよね。こんなん一人で反応大変、めっちゃしんどい。いやできたよ、晴れたね一人で。思います。初めて入る、どんなやろ。オープン。20人パーキングスペース。ものすごい幕やねこれ。確かにすごいわ。はい、コスモスペースになりました。よし、これでフルやで。ペグも打ったし、でかいな。しかしやっぱパネルがあるから、いや張り出し部分があっていいっすね。よし、こんな感じでございます。よいしょ、あとはキャンピ張り出しですわ。570-570のグランドシート、でかい。そう、どんだけでかいねん。横幅はね6メーターぐらいあるわ。ちょっと開くもんね。あとはちょっと折り折りで、うん、敷き詰められたかな。これでグランドシート5757やもんな。すっごい広いわ。やっぱり全然違う。見て見て、 2×2 がそれやで。 2×2 がそれやで。あれいつも引くのに精いっぱいやーとか言うてんのにさ、6枚ぐらい引けんじゃん。はい、これで大体完成したので、私はライトラインギアにしようかな今日は。ワウの4を使おうかなと思ったけど、あか、そんな余裕ないわ。あそこに貼りますわ。よし、だライトラインギアで、はい、次はライトラインギア、これを、貼ってそこくっつけたいと思います。でデカゴンと全部くっつくと思うから、こういう風に。それで中が全部フリーになるでしょ。よし、これでライトラインギア貼れました。よっしゃ、でフライかけていきます。今日の寝床はこんな感じです。あっちはテントと。よし、これでいけるかな。じゃオリジナルの焚き火台、焚き火テーブル、焚き火を作りたいと思います。よし、これで OK、 できました。やっぱ大きいな、かっこいいわ、あんだけあれば。
わにゃにゃ。そんなことするだろう。そんなこと。知らんこと。しこんな感じかな。引き詰めると引き締めた引き締めると巨大かきチーズ、それと野菜蒸しですね。はい、こんな感じでございます。今日は豪快料理やね。いつもの私の料理じゃねえよね。でかすぎんね、規模が。今日はね、2つ持ってきてるで。見えるかな。よいしょ。こんな感じですね。イエーイ。もうお膝元ですからね。はい、それではね、できたと思うので蓋をオープン。いや、かしょ。俺どう。うまそうでしょこれ。いいよ。どうすかこれ。はい、できました。え、知らない。え、何が大阪バカ焼きってどこの別に。よし、そしたらネギのバカ焼きをしております。もうそのまま火の中くべてます。よっしゃ、こんな感じでございます。最初は照り焼きチキンをお迎えからいただきました。ありがとうございます。ね、マスを釣ってきてもらいましたので今から焼いております。よいしょ。で、かきチーズができたんですけどね、見えないですね。はいはいよ、こんな感じです。これさおさんち。いや、それ叩きもらってるから食べてください。ももちゃんからももらったでしょ。なんかもらった。叩きはもう今日のうち食べないと明日もダメだよ。うん、もう今日それ開けて食べようよ。乗らない。乗らない。今乗らないよ。そうよ。今かけチーズができたばっかりやから。待ってね。待ってね。かきと玉ねぎと。かきと玉ねぎとホールトマトとチーズ。うん。それで煮込めばもう出来上がりやから。ふう言うてんで。わしもくれって。あ、うま、おいしいな。はい、どうぞ。面白い。あ、そうなのね。これは面白い。あ、そこって映るよ。あ、映る。待って。やばいやばい。カットカット。映るやったらいいで。つい犬に夢中で。よっしゃ。はい、ぐるっと一周。こういう感じでやっております。どひゃー、すごいっしょこれ。いつものソロキャンプとえらい違いですね。デカゴンがえらいことになってるけど。よいしょー。いやー、やっと落ち着きましたね。
リアル YouTube やでも。もう動画見らんでいい。いや帰ってから何してたんかいうのが結構見てたら普通にこう普通にやってるだけでもそれだけでも十分別に何もなくても焚き火見てるだけでもいいよ。あいいね、はい、それではね、うまくないと思いと思います。さあ寝ようかね。はい、それではね、撤収していきたいと思います。よいしょ。朝、今朝8時半ぐらいですかね。大変でしたわ。夜は夜で、あのテントの中がうんこまみれになってましたね。ビスが下痢しててベチャベチャベチャってなってて、あーもう疲れた。大変だ。出した分は片付けなあかんからな。あーしんど、なかなか片付かんねえ。まあ、こんな感じでございます。一個ずつ順序立てて片付けていかんと今日また出すからな。なのでちょっと大変っす。ブワーっていつもやったら積んで家で片付けりゃいいわっていうのは今日できへんからね。晴れっていうだけがすごくありがたい。これ雨やったらもうやる気なくなるでな。ありがたい。4日間ずっと晴れやもんな。笑い話しような。軽いわ。なるほど、天才やな。
どんだけ綺麗になるのよ。一日置いてシャンプーしてもらおうかな。一応メンテナンスだけは全部してきてるから、足の裏の毛もなかったやろ。うん。ギロチン、バッツンバッツン。遊んでくれてる、遊んでくれてる、ありがとうございます。だいぶはかどって片付いてきました。もうこっちがデカゴマないし、綺麗になってます。あともうちょい、よし、あとは積み込んだらしまいですわ。はい、終わりました。結局3時間半かかりましたね。綺麗になりました。すげえ。あ、ワンコつまな。ワンコはね、あれ、どっか行った。どっかにいてる。散歩してくれてはると思いますわ。トリーミングをしてくれたからね、助かってます。ありがとうございます。さあ、それでは次のキャンプ場に目指して、ひな森キャンプ場ですね、に行きたいと思います。では3日目、お疲れ様でした。